はい、今回は慶応大学に現役合格した私が高校時代に使っていた市販の問題集について紹介していきたいと思います。私は高校時代こう市販の問題集だけで英語力を上げて慶応大学に合格できました。でけどこう自分で問題集を選んで勉強してる人って本当にこの問題集でいいのかって常に不安に思いながら勉強してると思うんですよね。で実際にこう使ってみて意外と使いにくかったりとか自分のレベルに合ってなかったりとか、この問題集を使っても自分の行きたい大学、私だったら慶応に合格できないんじゃないかみたいな問題集もあったりして、こう参考書選びにすごい苦労していろいろ回り道して時間を無駄にしてしまったんですね。だからこの動画を見た後はどの問題集を買えばいいかっていうのがすぐ分かって、どういう風にどの時期に使えばいいのかまで分かるっていうところまでテンポよく解説していきたいと思います。では早速解説していきます。はい、高1の英語の勉強の目標っていうのはセンター試験のだいたい8割ぐらいまで解けるようになりたいっていう目標で私は高1の英語の勉強をしていました。では早速使っていた問題集を紹介したいと思います。で使っていた問題集なんですけど、基本的には英語単語、文法、英語長文のこの3種類だと思ってください。まずは高1の時使っていた参考書についてお話しします。1個目、使っていた単語帳はこちらです。データベース4500です。これはだいたいマーチぐらいまでのレベルをカバーしている単語帳なんですけれど、毎週50単語を覚えることを目標に勉強していました。この英単語を覚えるっていう勉強は1年間ずーっと続けていました。次に文法の問題集なんですが、こちらです。英語標準問題1100ですね。これも1年間続けて勉強していました。毎日50個この問題を解くってことを目標にノートに書きながらね、英語の文法を覚えていきました。この問題集はだいたいセンターレベルまでカバーしているので、この問題集にあるもう1100個をちゃんと全部覚えればセンターの文法に関してはだいたい9割ぐらいは取れるんじゃないかなと思います。はい、最後英語長文ですが、使っていた問題集は2つあります。1つ目がこれです。英語長文難関攻略30選という問題集です。これを見た時にあれ、これ高校の問題集じゃねと思ったと思うんですよ。そうなんです。これ、高校受験用の問題集なんです。で、なんでこれを使っていたかっていうと、これ使っていた時期にポイントがあって、私この問題集を大体高1の夏ぐらいまで使っていました。なぜかというと、私、高1の時って単語も文法も全然わからないじゃないですか。だから大学入試用の英語長文を読んでも全く解けなくて自分のためにならないと思ったんですね。だから、高校入試の単語力で解ける一番難しい英語長文を読むことで、英語長文を読む力っていうのを維持して、まあ、できれば伸ばしていきたいなと思って、高1の夏まではこちらの難関高校の問題集を解いていました。結構難しいですよ。で、夏休み後ぐらいから単語とか文法の力がね、さっき紹介した問題集を使って培われていったので、こちら。はい、有名ですね。やっておきたい300ってシリーズを、まあ、できるだけ毎日解くようにしていました。実際は部活とかで疲れて毎日解けなかったんですけど、最低でも週に3台ぐらいは解けるように努力してやっていました。はい、こんな感じで高1はね、単語とか文法とか、まあ、基礎力を上げることに力を入れて、ちょっと英語長文も解いていった結果、高1の冬に受けたセンター同日模試では9割を、本当にぴったり9割なんですよね、取ることができました。はい、次に高2の時に使っていた問題集についてご紹介します。高2の時の目標は、まあ、マーチレベルの英語長文を、まあ、5、6割取れるようになるっていうのが目標でした。まあ、つまり、日東コマ線はもう合格できるっていうレベルまで英語長文を持っていく。まあ、大体日東コマ線で8割、9割英語長文完登し、そして、マーチでは、まあ、6割は切らないっていう風な英語力をつけることを目標に、基礎から英語長文を実際に読むっていう勉強のジャンプアップをしていました。単語帳はさっき紹介したデータベース4500ですね。この単語帳を引き続き毎週50個、2週目、3週目以降は100個ずつ覚えるように努力していました。で、高1から高2にかけて、まあ大体2、3週できたので、もう1個単語帳を足しました。それがこちら。データベース5500です。データベース4500は、だいたいマーチレベルまでをカバーしてるんですけど、5500は、ま、総計など、東大とか一橋も、そういう難関の国立大学レベルまでも網羅してるということで、この今まで使っていた単語帳のレベルアップ版の単語帳を、高2の秋学期から、つまり、高2の秋、だいたい10月ぐらいから始めました。こちらを毎週50個ずつ覚えることを目標にしてやっていました。もし難関次第と呼ばれるような、まあ、総計とか、そういう大学に行きたいのであれば、もう一つレベルアップした単語帳を覚える必要があるのかなっていうふうに、私は英語長文を解いてて感じたので、こちらも始めました。これはやって本当に良かったと思います。ただこれ2つ単語帳をやればいいってわけじゃなくて、レベルアップした単語帳をやるっていうことが重要なので、そこだけ注意してください。は
はい。で、単語帳は大体一緒だったんですけど、次、文法ですね。文法はですね、こちらです。品質英文法5法という問題集をやっていました。これは、センターレベルはもちろんなんですけれど、大体マーチぐらいの、中堅次第の英語文法まで大体カバーしているぐらいの問題集で、結構こちらも、まあちょっと基礎より上ぐらいの問題集ってなっています。これも同じように毎日50個解いていました。で、大体3周しましたね。3周してしっかり1000個全部覚えました。で、全部覚えて、マーチぐらいの文法問題では8割ぐらい取れるように、高2の最後にはなっていたと思います。文法に関してはですよ。まあ、ただ、高1の時紹介した標準問題1100と、今紹介した英文法5法1000。この2つを覚えたとしても、総計の文法レベルの問題では全然立ち打ちができないと思います。だいたい4割ぐらいの正答率で、もし文法を総計レベルで完璧にしたいのであれば、この問題集に加えて、さらに、こう、ほんと総計レベルでしか出ないような、かなり難しい文法の問題集を別で対応する方がいいかなと思います。ただ、私は文法よりも英語長文の背景の方が大きいと思った。っていうところ、あとは英語長文の勉強の方が他の併願校を受ける際の勉強にもなるということで、まあ、英語の文法をそこまで頑張るよりはと思って長文の方に高2の秋以降は力を注ぐようになりました。では使っていた高2の時の英語の問題集は何かというとこちらですね。こちらもやっておきたいシリーズの500と700。あと今手元にないんですけれど、この全レベル英語長文、レベル3、次第標準レベルと、レベル4、次第上位レベルっていうのをやっていました。見えますかね？ちょっと。はい。これもやっていました。こちらの問題集は、だいたい500が神戸大とかそういう地方国立レベルで、こっちがまあ、一橋とか大阪大とかいう、南韓国公立とか、総計レベルの問題が載ってるっていう問題集になっています。これは高2の前期に始めて、まあ全然解けなくて、で、だいたいこっちは高2の本当終わり、冬とかに解き始めたというところです。この2つを解いてみて、まあ実際当時私が高2で解いたぐらいのレベルだと、この問題でだいたい5、6割の正答率でした。そんな満点ってわけでもなかったと思います。それでも、この問題集を使って英語長文をできるだけ毎日解くようにしていました。まあ実際部活で疲れたりしたり、他の勉強との関係で、週に3本ぐらいしか解けなかったんですけれど、それとも英語長文を読むスピードが速くなったかなと思います。ただ、さっきちょっと今手元にないんですけど、この問題集のレベル4あたりを使っていたんですけど、この問題集はすごい解説が丁寧で、こういう風に、英語の文構造がしっかり解説に書かれているので、もしよくわからない文があったとしたら、ちゃんとこう、フォレストとかいう市販の英語の文法書とかを見て、こう、訳すような、そういう風な勉強もできたので、結構この問題集は解説が丁寧で、こちらのシリーズも使っていました。はい、こんな感じで勉強していった結果、まあ、高2の最後には、だいたい2等コマ線は合格するレベル。まあ、7割はさすがに取れるし、まあ、8、9割も行くようなレベル感でした。センターの英語も満点が模試で取れる。まあ、198点とか200点とか取れるレベルまで、まあ、高2で達していました。最後に高3ですね。高3の時使っていた、まず単語帳なんですけど、単語帳は変わらず、データベースの4500と5500をやっていました。これは1年間かけて、その忘れないように、毎日少しずつ見て何週もしていましたね。文法なんですけど、文法も変わらず、さっき購入の時紹介した英文法5法1000っていう品質問題集を使っていました。勉強法も変わらず、まあ、毎日間違えた問題だけ50問解いていました。で、高2と高3の勉強で大きく変わったのが英語長文です。英語長文なんですけれど、夏休み前と後で使っていた問題集が違います。夏休み前に使っていた問題集はこちら。やっておきたいの1000です。これはかなりレベルが高いので、高3の時点で解いたとしても、ま、正答率正直4割ぐらいでした、私は。で、また、まあ、ちょっと今手元にないんですけど、この問題集のレベル5、6。レベル5が次第最難関レベル。6が国公立レベル。っていうのも一緒に前期は解いていました。でですね、これを前期解いて、夏休みになって、何を解いたかっていうと、過去問ですね。過去問もレベルをどんどん分けてやっていて、夏休み中は、まあ、2等コマ線の過去問を解いていました。で、夏休み終わって、秋、まあ、10月、11月までは、マーチの問題を。そして、上智大学とか理科大も経て、だいたい12月には、もう総計レベルの過去問を解くようにしていました。
で、これは学部関係なく、もう政治経済学部だろうが、商学部だろうが、理工学部だろうが解いていました。ただここで一つだけ後悔があって、理工学部とか理系の問題は解く必要なかったなって思っています。理系の問題は結構英語長文でも理系っぽいワードが出るので、別に単語を覚える必要があって、理工に出る英単語を覚えても、ちょっと私の受けたい商学部にはその勉強が生きなかったので、ちょっと自分に関係なさすぎる学部の過去問を解くのはあまりお勧めできないかなと今なって反省しています。また英語長文を解くときにこだわっていたことがあって、制限時間より15分早く解き切るということです。だから、大体80分の英語も長文だったら65分で解き切るっていう風に常にタイマーを設置してやっていました。なぜかっていうと、まあ、本番何かトラブルがあるかもしれないし、最後見直す時間って必要ですよね。だから15分早く解くことでその余裕を普段から作るようには心がけていました。まあ、こんな風に勉強していった結果、最終的には慶応大学に合格できました。さっきも言ったんですけれど、私は文法よりも英語長文を重視してたので、まあ、当日の感覚としては英語長文に関しては8割はいっただろう、まあ、あまり間違えたところはなかったなという感触で、ただ文法問題に関しては大体正答率が4割ぐらいだったかなと思ってますけど、あまりにも難しすぎる問題だったので、まあ、みんなも落としてるかなと思って、そこはしょうがないかなと思って解いていました。ただ統計に本当に確実に受かりたいのであれば、もしくは統計しか受けないのであれば、また今回私は紹介してませんけれど、まあ、別に参考書を用意してやった方がいいかもしれないですね。ただ統計レベルしか出ないような英文法の問題、特殊な問題にはなるかなと思います。はい、以上です。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また私他の科目も市販の問題集で自分で勉強していたので、もし他の科目に関しても知りたいっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメントに書いてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。今日の授業が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。他にも合格サプリではウェブや公式 LINE で受験に役立つ情報を発信しているから勉強の参考にしてくれ。それじゃあまた次の授業で会おう。